このチャンネルは、ロコネコの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、ブサカワのエキゾチックショートヘアはビビリで逃げるのにストーカー猫ということでですね、この子がみたらしちゃんって言いますよ。逃げてますよね。ソファーの下に避難したんですけれども、おもちゃを見せてみようかな。遊んでくれる？どうでしょうか。出てきてくれましたね。みたらしちゃんね、おもちゃ大好きな子なんですよね。ただね、おもちゃで遊べるようになるまでね、半年かかりました。今まではずっと逃げられっぱなしだったんですけれどもね。その辺の詳しいお話もですね、前回の動画で紹介しておりますよ。また遊ぶね。みたらしちゃん結構遊んでくれるんですよね。このね、エキゾチックショートヘアっていうのはね、ぶちゃって潰れた顔してるんですけれども、それがまた可愛いでしょう。ブサカワって言うんでしょうかね。そういうのまたたまりませんよ。急に遊ばなくなるな。周りのこと気にしてるんかなって気もするんですよね。ジョー君が遊びに来てくれたんですけれども、もう別に嗅ぐとかはしなかったね。しかもね、結構なさしてくれてるんですよね。ええやんか。しぼぴーなってるやん。甘えたいけどどっか行く。でね、猫パンチされちゃうんですよ。しかもね、ソファーの下に隠れるみたいな、そんな感じだったんですよね。で、ソファーから出てきたんで、もう一度ご挨拶。あ、匂ってくれたね。あ、でも嫌がる？なんかね、顎の下を撫でるとね、嫌がってるような気もするんですけれどもね。お口のトラブルとかあるんかな、ひょっとしたらね。まあ、猫ちゃんも歯周病とかになったりとかするんですけれども、どうなんでしょうかね。ちょいちょいしてるよ。今回のお店は、大阪地下鉄、中崎町駅付近にある保護猫カフェ、キャットスペースさんです。あ、またどっか行っちゃう。2階に行ったりとかはしないか。あ、でも遊んでくれるね。休み休み遊ぶ子やね。ちょいちょいして。お気に入りのおもちゃとかね、遊び方が分かればね、もうちょっと遊びやすいんでしょうけれどもね、ちょっと手探りでやってる部分はありますよ。お、走る。ちょい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 。で、すぐやめる。棒の部分でも遊ばへんか。以前はね、ボールでよく遊んでたんですけれどもね、猫兄さんとはあんまりボール遊びしないんですよ。なんかあるんかね。ボール目してみましたよ。ね、反応ないでしょ。おもちゃの方がいいかな。どう？このおもちゃ。興味は持ってくれてますよね。あ、遊ぶ？まったりしちゃいましたけれども。なんかちょっと経過してるね。どうしたんでしょうかね。いらん。あ、どっか行っちゃった。それで他のおもちゃにしてみようかな。どうでしょうかね。あんまり興味ないこのおもちゃは。あ、でも遊んでくれるやん。コロンとか鳴ってくれたらええんやけどな。そういうわけにはいかんのか。で、また隅っこの方に行っちゃいましたけれども。あ、飛びついてくれた。あ、どっか行っちゃう。で、もう一回飛びつく？飛びついてどっか行っちゃう。なかなかわからんなあ。あ、モノポニーくんが来てくれましたね。で、みたらしちゃんは遠慮するんですよね。他の子がいてると。まあ、ひょっとしたら一人っ子のがいいのかもしれないですけれども、どうなんでしょうかね。いや、多頭飼育は多分できるとは思うんですけれども、自分のことが出せなくなる恐れはあるかなっては思っておりますけれども。あ、くつろいでる。だいぶ落ち着きましたね。じゃあ、撫でていこう。お腹触ると嫌か。まあ、警戒心強い子なんでね。お腹はダメよね。お尻トントンは好きなはず。あ、でも猫パンチされちゃった。あ、もう一発猫パンチ。あ、降りちゃったね。じゃあ、またね、ソファーの下隠れたんですけれどもね。出てきてくれたね。ねえ、ほんと遊ぶの好きでしょ？すぐに休んじゃうんですけれども。見上げる顔とかも可愛かったよ。あ、出てくれた。周り気にしてるね。
まだ隅っこの方に行く。ここの場所気に入ってるんでしょうね。横になってくれてるけれども、あ、嫌かな。なんか一瞬手が出そうな感じがしたんですけれども、お、だいぶなさせてくれてるやん。ええやんか。ちょっと慎重に撫でておりますけれどもね、手の甲で撫でたりとかねしてますけれども、あ、やっぱ嫌やね。顎の下が上がってるね。さあ、トンネルを見せてみましたよ。こういう隠したりとかするとね、興奮する子はいてるんですけれども、さあ、みたらしちゃんはどうかな。反応ない。ジョー君とかモノフォニーちゃんはね、見てくれておるんですけれども、さあ、立ててみましたよ。穴から見せるとどうかな。見てる？あ、見てはくれてるけれども、遊ばないか。うん、こういう遊び方は好きではないのかな。あ、もう遊ばなくなったかな、ひょっとしたら。なんかそんな雰囲気はありますけれども、ちょっとしばらく様子見た方がいいかなということで、ジョー君の撮影をしたんですよね。でね、ジョー君はね、この後2階に行っちゃうんですよね。ウェイターでしょ、ついていくじゃないですか。ジョー君何してるかな。あら、距離取られちゃったよ。で、遊んではくれるんですけれどもね、トンネルに入って、で、おもちゃはね、匂っておるんですけれども、隣を見るんですけれどもね、すると、みたらしちゃんが来ておりましたよ。あれだけね、逃げ回ってたんですけれども、そばにはいたいのかなって、そういう感じはするんですよね。我が家のくーちゃんも撫でたら逃げるんですけれども、ずっとね、そばにはいてるんですよね。まあ多分そんな感じかなと思うんですよね。で、ちょっと遊んで、ちょっと撫でて、ちょっとゆっくりしてみたいな、そういうね、距離感なのかもしれないですよね。で、ついてきてくれたんですけれども、あんま遊ばないでしょ。で、ちょっとちょいちょいしたらまたどっか行っちゃうんですけれどもね。で、ジョー君が遊んだ。で、ジョー君が遊ぶとみたらしちゃんはね、遊ばなくなるんですよね。で、またしばらくすると遊んでくれてっていうね。いや、本当にね、穏やかで行こうでしょ、みたらしちゃんって。何回かね、猫パンチャーされましたけれども、爪とか出してないので全然痛くなかったですよ。遊ばへん。ああ、そうか、モノフォニーちゃんがいてるから遊ばへんのかな。まあ、気を使えるのはすごくいいことなんですけれどもね、保護猫カフェの中ではね、あんま目立たなくなっちゃうんでね、いっぱい遊んでくれたらいいんですけれども、でもね、一緒に生活するんであれば、みたらしちゃんみたいな子は本当にね、生活しやすいですよ。いや、本当おすすめな子なんですよね。ジョー君みたいにやんちゃな子も可愛いですけれどもね、みたらしちゃんみたいな子も可愛いですよね。皆様いかがだったでしょうか。みたらしちゃんは本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。